こんにちは、チャーリーです。今回は CT ドリルからハンドファーストがどうしてもできないという方のために、違った視点からハンドファーストを成功させる方法をご紹介したいと思います。ジャグル TV 始まるよ。まずこのハンドファーストのインパクトですが、このハンドファーストのインパクトで球を強く打つために大切なポイントはバックスイングにあります。バックスイングが効率的な動きをしていないとハンドファーストのインパクトを作ることができません。もしできたとしても力の伝わらない、ただ我慢しただけのハンドファーストになってしまい、ドライバーや長いクラブを打つことができません。スイングの基本的な考え方として、インパクトの時、手首の形というのは構えた時よりもシャットになっています。この形のままインパクトでどうやって力を出すのか。まず一つは体の回転、スイングは円運動なので体を回す、この体の回転によってヘッドにエネルギーが生まれます。もう一つはアームローテーション、手首の形はフリップすることなく肘や肩を使ってローテーションを行います。体の回転と腕のローテーション、この2つのエネルギーをインパクトに持っていきます。この時の腕のローテーションの仕方にハンドファーストにするコツがあります。過去のレッスンでもお話ししたように、右の腕というのは支点になります。右が支点で左腕を使って打っています。こうではなくこう使います。ハンドファーストのインパクトができない方はグリップの位置が体に対して後ろに外れています。体をいくら開いてもグリップの位置が体の正面になければハンドファーストにはなりません。外れているとハンドファーストになりません。そこでバックスイング、インパクトにかけてやっていただきたい考え方は、アームローテーションはよくハンドルを右に切る、戻す、このように表現されます。しかしこの動きは間違っています。正しくは右の腕の位置が動かず左側だけ動きます。この動きがバックスイング、インパクトにかけて一番シンプルでハンドファーストを成功させるためのコツになります。アドレスをした時の右の腕の位置が肘が曲がったり近づいたりせず、左の腕が上に、右の腕の位置は離れることはあってもアドレスより近づいてはいけません。この位置から右の腕を近づけず左の腕を離すことでバックスイングを行います。こういうイメージになります。ハンドの回転をつけると、そして降りてくる時も右の腕が構えた時よりも近づきません。こう引き、近づくことなく回っていきます。するとインパクトの時にグリップの位置が体に対して後ろにずれることがなくなります。右腕を近づけず引く、そして戻す。この時にハンドルを右に切る時に右腕が自分の方に近づいてしまうと、クラブを持つとこういう動きですが、多くの方がこう引かれます。右と左が均等に回転してしまう。するとヘッドがインに入り、手が体の後ろに外れ、結果的にトップではクロスして
ダウンスイングでは支点である右の腕の位置がずれているので体に近づいているので結果的にハンドファーストになりません。右の腕の位置を構えた位置よりも近づけず引き下ろせば正面から外れることがないので結果的に体が開いてインパクトをすればハンドファーストになります。右腕の位置を近づけない、バックスイング、右手の位置を固定したまま左の腕を体から離しながら上げる、必ずレードオフになります。下ろす時も右の腕が体に近づかず下ろしてくる、ヘッドの位置はしっかりインサイドから入ってきます。間違った例は右腕が自分に近づく、ダウンでもう一度離せば問題ありませんが最初から近づかなければ離す必要もありません。腕のローテーションの時支点である右の腕が自分の方に近づく方、これはバックスイングで手が体に近づき、そしてヘッドがインに入りすぎます。そこでアームローテーションするタイミングを遅らせ、クラブをシャットに引いてきて最後に右に回す、この時に右腕の位置が動いていてはハンドファーストになりません。こう引いてここで右を落とす、でハンドファーストに当てろ、これはとても難しい動きです。最初から右の腕の位置が動かなければ簡単にレードオフになりますし、このまま右の腕が近づくことなく回転すればシンプルにハンドファーストに当たります。ヘッドにエネルギーを生むバックスイング、体の回転とアームローテーション、腕をこうではなくこう使う、右腕をあくまで支点として回転させる、このことでしっかりハンドファーストになってきます。近づけるとハンドファーストになりにくいです。ぜひ一度この動きをやっていただいて練習してみてください。それでは、もしよかったらチャンネル登録お願いします。